清宮選手、清宮選手、一人で他団体から来て、こうやって日本一の過酷なツアーに出て、その姿かっこいいよ。はいはい、またやろうぜ。真田のハートも、そして間違いなく新日本プロレスファンのハートも射抜いた清宮海斗です。あ、ちょっと待ってもらっていいですか。ただ今日勝ったのは俺なんで、もう帰ってもらっていいですか。いや、帰りかけてたと思うんですが、恐れ入ります。追い打ちの言葉です。容赦ないです。サマダペースだね。改めて日本で一番ここが好き、真田です。今日解説席に一人メンバーが座ってますけども、いかがでしょうか。今日は一番に名乗りが、金丸義信選手、いかがでしょうか。ワールドの放送席にいる金丸選手、いってらっしゃい。今日2回目です。前回はね、サムライ TV の放送席にいてですね、はい、先にワールドの方にいた道地選手が呼ばれて、そうでしたよね、呼ばれないのかと思いました、はい、金丸選手。金丸選手も俺はって顔してたんですが自分らはジャスファイブガイズは皆さんご存知の人も多いと思うんですけども、某シャンプーの CM に出ました。爽やかでしたよね。シャンプーの CM 出て、俺は G1 全勝、このまま優勝を狙いたいと思います。今日ギフト、今日は残念なことにピンスポがないので、リングが真っ暗になって俺にはデメリットしかないんですよデメリットでもやってみますか。おお、もう始まってますね。おお、いや、ピンスポなくても、いや、ピンスポない方が逆に綺麗なんじゃないかなと。いや、もうギフトはもうメリットしかないですね。いや、改めて言うけど、一人でこのリングに乗り込んで、一人であの若さで一人で戦ってる姿、本当にかっこよかったな。まだなんかお互い出し切れてない、まだ初めてだからね、続きあるんじゃないかなと。なんかやってて楽しかったですよ。あの最後のシャイニングもギリギリで勝ったようなもんだね。チャンピオンとして、もっとがっちり勝った方がいいんだろうけど、それぐらい手こずっちゃいました。でもまたやろうぜ。